本日の Vlog はスタンプ&ダイアリーのパンツをご紹介します。こちらはツータックテーパードパンツといって、このフロントにタックが2箇所入っています。ウエストゴム紐のイージーパンツです。とっても楽ちんな履き心地なんですが、シルエットや素材がとても綺麗です。お色がベージュ、そして私が履いているブラウン、ブラックの3色があるんですが、今日はこちらのブラウンをチョイスして、トップスはこのようにはっきりした色味のトップスでご紹介したいと思います。ちょっとパンツから話はそれますが、このトップスがこうはっきりした色味、色で遊んでみたいなっていう方に、このブラウンの色味は少し和らげてくれる印象があるので、色遊びも楽しく、そして挑戦という方にはお楽しみいただけるんではないかなと思っております。ヒップや渡り、たっぷりしたシルエットで、膝から下に向かってキュッとつぼまったシルエットになっています。コットン 100% のきれいめな素材ですが、アイロンかけなくてはいけないんじゃないかっていう、面倒だなと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ノーアイロンで大丈夫です。そしてこのようなきれいな雰囲気のシルエット素材のパンツになりますので、ミエルではよくご紹介させていただくんですけれども、夏から秋にかけて受験生のお子さんがいらっしゃる方、学校に一緒に付き添いで行かなきゃいけないっていう場合があるようなんですが、そういった場合にもこのスタンプ&ダイアリーのこの素敵なシルエットのパンツご紹介させていただいていて、プライベートでも履けるし兼用できるっていうことで大変好評いただいております。